よいしょ。全然違う。
じゃあ行きます。お弁当ありがとうございます。行きます。現場男子の日常のヒカルです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は給料日です。嬉しいですね。でもまあ今週は6連勤でして、まだ火曜日なので先は長いんですけども、先を見すぎずにまず今日頑張りたいと思います。またあの YouTube のコメントですね、なかなか返せず申し訳ありません。すべて目を通させていただいておりまして、その温かいコメントであったり、こんな僕をですね見守っていただくようなコメントを本当にありがとうございます。今日も、頑張っていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。仕事が無事に終わりました。今日は珍しく残業だったので疲れました。はい、両親にちょっとだけお土産買いたいと思います。父にはいつも、まあ、ほんのちょっとですけどビールと、母にはデザート、で明日の自分にはこれを買いました。喜んでくれたら嬉しいですね。じゃあ帰りたいと思います。
だいぶ給料日なんで、あげます。ほんの少しです。から独り立ちということで役者不安があるんですけども、一生懸命頑張りたいと思います。やっぱり睡眠は最低7時間は取りたいですね。また次回の動画も、見ていただけたら大変幸いです。よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。